その後で大きな石を乗せて大きな串刺しの私は日本に行ったんだ。屋敷の奥から子供が歩いたって笑ってる。最初は妻を見て、もう一度会いたくなる。私、今も眠いんです。すごく眠い。麻生さんのお宅ですか？はい、そうですが。天倉圭と申しますが、優さんはご在宅でしょうか？あなたが。近いうちに
お伺いしてもいいですか。はい。ユウにも別れを言わないと。姉さん、私もなんとなく眠れなくて。姉さん、これ。また用があれば言ってください。